交通安全とは、乗り物単体や、乗り物同士、乗り物と人などが事故を起こさず安心して往来することを意味するもので、交通事故防止の言い換え、また、その心がけや取り組み、対自動車や自転車など、陸上の交通のほか、航空や海上での交通に対しても用いられる言葉である、道路交通標高段歩道での支援日本では、 道路交通法で道路の使用方法と使用者の義務を定めている。道路運送法では、その第22条や第27条等で運行業者の安全義務を呼び、事故の報告と公表を定める。道路運送車両法では、車両の構造の最低基準を定めており、自動車に欠陥が見つかった際に行われる、リコール制度もこの法律による。道路法では、道路のあり方と、 その管理責任が規定されている。これらの法律にはその細目を定めた施行令や施行規則、通達などがある。なお、1970年交通事故の多発化に伴い、交通安全対策基本法が制定されている。また、自転車を対象に、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律が整備され、 駐輪場の設置、通行の妨げとなる放置自転車への対処、及び自転車向けの交通安全教育などの概略が定められている。日本の交通安全政策は、交通安全施設に対する投資、運転免許制度の整備、交通安全思想の啓発普及、交通指導取締りに対別される。鉄道交通標語の掲げられた踏切 PTA が設置した。 注意喚起の看板鉄道車両は、制動距離が長く操作機能を持たないため、深度に人や車が立ち入った場合大きな事故を招きやすい。とりわけ平面交差する踏切での事故防止は大きな課題であり、JR では毎年新年度に踏切事故例運動として踏切利用者への啓発キャンペーンを行っている。この他にも各鉄道事業者、自治体、警察、 PTA などで看板の掲示や、前述の交通安全教室などの事故防止運動が行われている。なお、日本の新幹線においては、人が線路内に立ち入らない前提で超高速、運転を実現しているため、新幹線特例法によって、線路内への立ち入りや、物品の投げ入れを厳禁している。航空法第51条及び51条の2により、 60メートル以上の高さの建造物には赤白の島である昼間障害標識や航空障害等の義務があるより、海上交通散歩として海上衝突予防法、海上交通安全法、高速法が定められている。海上保安庁が海の安全を管理しており、交通の難所や往来の激しい港湾には海上交通センターが設置され、情報の提供や 高校完成がなされている。オペレーションライフセーバー塗装の機関車踏切、交通安全を啓蒙する塗装の機関車アメリカでの道路交通安全政策は連邦政府及び州政府によって行われている。米国ではオペレーションライフセーバーという鉄道交通安全組織が1972年にアイバホ州ハイウェイパトロール州知事ユニオンパシフィック鉄道が 発起人となって成立し、以来各鉄道会社合同で、鉄道人身事故全般に対する啓蒙活動を行っている。2006年に、道路交通事故による死傷者削減を目的とする、道路安全法案が成立した。海上交通における安全を実現、実行するための機関として、海事沿岸警備庁があり、下部組織の王立沿岸警備隊によって、海難事故での捜索、 救難活動や船舶の安全基準確認が行われている。1978年の改革開放政策以前の中国では自動車普及率が低かったが、1980年代から交通事故が急増すると政府は交通安全政策に積極的な役割を果たすようになった。1988年には道路交通管理規制、 1991年には交通事故の処理が国務院から出された。2004年5月1日には中国で初めての交通安全法規となる道路交通安全法が施行された。ありがとうございます。